月間テーマ。1月ブレインフード、2月ウォーミングフード、3月抵抗力アップ、4月脱鼻むず、5月リラックスとリフレッシュ、6月めぐる、7月クールダウン、8月ミネラル補給、9月休養には栄養を、10月エイジングケア、11月腸内フローラ、12月肌ケア。食べ物の力を知る、これこそ薬膳。食べることで病気を予防し、体調を管理して健康になりましょう。ノードクターノーメディシン、究極の世界観。6月めぐる。6月の月間テーマ、めぐる。食習慣を見直し、巡りを整える。梅雨のだるさやむくみ、それは湿気や気温差から来る巡りが滑らかでないのが原因の一つです。おけつとは血液の巡りが滞っていること。結局血液不足でおけつ、気滞、気が滞るでおけつ、陰虚、体液不足でおけつ、肝症、冷え症でおけつ、人参、ごぼう。結局血液を補い巡りを整える。人参、おけつ、巡りを整え栄養を運ぶ。ごぼう、玉ねぎ、生姜、にんにく、豚肉。気滞、気の巡りを整える。玉ねぎ、肝症、体を温める。生姜、にんにく。陰虚、体液の不足を補う。豚肉。食習慣を見直して巡りを整える。まず分かりやすい血液から考えてみましょう。血液の滞りといっても3タイプあります。原因から見ていくと、1、血糖が増える。赤血球の膜が硬くなり血管を通れず塊になる。赤血球は酸素を運ぶ。ネバネバになる。2、ストレス、過労、寝不足。白血球が血管壁につく。白血球は免疫を担う。ベタベタになる。3、アルコール、糖質の型、中性脂肪。血小板が凝集、集まって固まる。血小板は出血を止める。ザラザラになる。食事の偏り、血中コレステロール、中性脂肪、血糖値が高く多くなる。喫煙のニコチンが血中にある。血液はドロドロになり狭い血管の手前でよどんでしまいます。動脈硬化の予備軍です。これを改善するには、1. 運動すること。 2. 揚げ物、油っこいもの、甘いもの、飲酒量、喫煙量を控えること。 3. 取るべき食事。3をこれからご説明します。納豆キナーゼ、血栓を溶かす。納豆、クエン酸、血小板が集まるのを防ぐ。柑橘類、梅干し。
DHA 血管の弾力を高め赤血球の柔軟性向上アジ、アナゴ、ウナギ、イワシ、サケ、サンマニシン、ヒラメ、ブリ、マグロ、カツオEPA 血栓を作りにくく血流を良くするイワシ、マグロ、サバ、タイ、ブリ、サンマ、サケ、アジ、カレイ。ポリフェノール、コレステロールの酸化を防ぐカロテノイド、ポリフェノール、ケルセチン、ベータカロテン、リコペン、赤ワイン、ブドウ、緑茶、ココア。アルギン酸、食物繊維、コレステロールの吸収を妨げ体外へ排出、昆布、わかめ。ビタミン E と C、 抗酸化作用と動脈硬化予防。ビタミン E と C は一緒に摂る。ビタミン E、 かぼちゃ、アスパラガス、春菊、ニラ、ナッツ類、キウイフルーツ、鮭、サバ。ビタミン C、 さつまいも、ピーマン、小松菜、いちご、レモン、オレンジ、キウイフルーツ。次は東洋医学、中医学の観点から見ていきます。東洋医学と西洋医学の違い。西洋医学は各独立した機関から人体は成立していると捉えるのに対し、東洋医学、中医学は全身が関連する一つの有機体として捉えています。五臓六腑の捉え方が、西洋医学はそれぞれの機能が単独で存在していると捉え、東洋医学は気、血、心液を結びつけ機能していると捉えることが人体を構成する最も重要な基本的要素として考えています。生態観、すべては揃ってつながり調和して生態と言います。また人体は外界の自然界の一部で、自然界とも密接につながっています。人間の体は季節と気候、昼夜の変化、標高や高温多湿からの影響を受け、自然や宇宙とつながって成り立っています。その人間の五臓六腑も各々の臓器と密接につながり、さらに連携をして成り立っています。つまり体の外と内の2つの調和が取れていることが重要だとの考え方です。生態観、宇宙、自然界、人体、木、火、土、金、水、肝、心、脾、肺、腎、春、夏、腸化、冬、春分、夏至、秋分、冬至、幼虫の幼、幼の極点、陰が生まれる、幼虫の陰、陰虫の陰、陰の極点、陽が生まれる、陰虫の陽、人体各部が互いに協調し合い影響し合ってバランスをとっている。陰陽学説、
物事は陰陽の二つの相反する面を持ち、対立しながら依存し合い、絶えず変化しています。陰陽は相対的に決まるもので、陰極まれば陽に転じ、陽極まれば陰に転じます。陽は激しく動くもの、外に向かうもの、上昇するもの、暖かいもの、明るいもの。体表、四肢外側、六腑、袋で中身がない、気、形がない。陰は静止しているもの、内にあるもの、加工するもの、冷たいもの、暗いもの。体内、四肢内側、五臓、実質臓器、血、心液、液体で形がある。陰陽のバランスの崩れる原因には邪気があり、免疫力や抵抗力を正気といい、そのバランスの上に成り立っています。つまり邪気が強く正気が弱いと病気になります。日光が当たる背中は陽、日光が当たらない胸腹は陰。五行学説、古代中国で生まれた世界観で自然哲学です。万物は木火土金水という物質からなっているという考え方です。木は極直という樹木が曲がったりまっすぐになったりして上へ成長する性質、成長、昇発、上達、肝の働き。火は炎上という温熱、上昇、向上などの作用や性質。土は火食という土に種をまき収穫する、生み出す、樹能、物を乗せる。金は重格という変革を意味し、清潔、修練、祝殺、秋に木の葉を散らすこと。水は純下という水が下へ流れること、完了、自順、公言。五行、木、火、土、金、水。創生の関係。木は火を生じ、火は灰となって土を生じ、土の中から金属を生じ、金属の表面に水を生じ、水は木を育てる。創生、木は火を生ずる、火は灰となって土を生ずる、土から金を生ずる、金属は水を生ずる、水は木を育てる。相克の関係。木は土に勝ち栄養を取り、土は水に勝ちせき止め、水は火に勝ち消し、火は金に勝ち溶かし、金は木に勝つ割る。相克、木は土から栄養を取る、土は水をせき止める、水は火を消す、火は金を溶かす、金は木を割る。体質を知り、陰陽五行に学ぶ。気、血、水、心液の不足と滞りで体に支障が起きる。体を構成する基本要素、気、血、水、心液。気、陽、生命活動の根幹をなすエネルギー。血、陰、血液、心液、陰、血液以外の体液。人体を構成、生存を維持する基本要素。血の巡りが滑らかでないといっても、そもそも中医学の考え方の血は西洋医学の血液とは違う。
して気・血・心液があります。まず血液の巡りについての説明です。その後気の巡り、血の巡り、心液の巡りについて説明します。血液の巡りが滑らかでない汚血の原因、血虚、血が不足で汚血。対策の食材、血液を補い巡りを整える気・血・陰虚、体液不足で汚血。体液の不足を補う心液・気体、気が滞るで汚血。気の巡りを流す気・肝燥、冷え性で汚血。体を温める温性。気の概念、宇宙・人体を構成している基本的物質、人体の生命活動を維持する基本的物質。気はさらに微細な性でできています。それらを詳しく図式化すると下のようになります。気の生成と種類、大気・天の気、大気・肺、正気、呼吸を司り気血の運行、早気、液、気表・気肉、肥毛、汗腺を守る、脈管外をめぐる、飲食物・地の気、水国の精・非、水国の精気、栄気、栄養を与える、血液を作る、脈管外をめぐる、父母から受け継いだ、先天の精・腎、元気、三焦・経脈を通って各臓腑・経絡へめぐる。血の生理機能、血は気と同じく人体を構成する基本的物質です。ほぼ血液のことで、栄気と心液でできています。血は精神活動の元となるもの。血が不足すると精神や意識に影響があります。血の循環を担う作用、気の骨折、水道作用、血の漏出を防ぐ、流れを促進する、火の凍結作用、血が脈内へ溢れるのを防ぐ、心の水道作用、血を循環させる、肝の疎泄作用、全身の気の量を調節する、肝の増血作用、血液量を調節する。血の生成、水国の精気、精神活動の物質的基礎、全身を栄養し自循する。血・全身、水国、食べ物から心液が作られる。肥・小腸、大腸、心液、鼻から入った精気と口から入った水国の精気と肺で臓器となり、栄気が作られ、血とともに人体を巡る。栄気、水国から生成された後天の精が腎に蓄えられる。精・血・肝・腎、血の量を調整する。肝の中にも血が蓄えられる。肝の血が不足すると腎の精から血となって補われる。脈の中を巡る。血と心液の生理機能比較。
血液の組成成分をなす新液の生成、水穀。水穀、食べ物から新液が作られる。肥、小腸、大腸。新液、全身を自循する。血液の組成成分をなす三焦を通る。全身、尿、呼気、汗、肥毛を自循。血脈を栄養。血液の成分、臓腑を自循。骨髄を自循。以上を踏まえ、ここからは巡りを整える食材を具体的に説明していきます。赤い食材、気を補う食材。赤い野菜、赤身の魚、マグロ、カツオ、肉、他。黒い食材、腎、老化や生殖機能を司る、いたわる食材。黒豆、黒ごま、しいたけ、きくらげ、ひじき。補血、血を補い、血を流す。血虚、貧血で補血、血液不足。赤い食材、黒い食材、黒きくらげ、黒豆、ほうれん草、小松菜、モロヘイヤ。血流を良くする青く、苦く、香る食材。ストレスでおけつ、気が滞る。青く苦い野菜、ししとう、ピーマン、玉ねぎ、チンゲン菜、モロヘイヤ、電子チニンジン、ナス。香る食材、青しそ、春菊、三つ葉、みょうが、ローズ、酢。補陰できる食材、補血、精神。陰虚で補血、体液不足。発汗や空気の乾燥から体液を補う。黒きくらげ、黒豆、黒ごま、クコの実、ぶどう、豆乳、豆腐。牡蠣、イカ、クラゲ、鴨肉、豚肉、うずら肉。温泉食材で体を温め、おけつを溶かす食材。寒症でおけつ、冷え症で血を巡らせる力がない。黒豆、黒砂糖、黒酢、ニラ、からし菜、唐辛子、生姜、ニンニク。なた豆、栗、シナモン、羊肉、さんざし、酒。おけつ、血管壁に弾力。おけつを溶かす。黒豆、黒きくらげ、黒砂糖、黒酢、青背の魚、玉ねぎ、シナモン。次に高血圧と動脈硬化に適した食材を紹介しています。薬だけではなく、身近な野菜や薬膳、漢方食材で改善できたらいいなと思います。血圧高めの方に、野菜、かぼちゃ、ビタミン A 酢。血圧の上昇成分、阻害活性。玉ねぎ、ケルセチン。
血圧降下作用、トマト、ビタミン P、フラボノイド、ビタミン C、血圧降下作用、ピラジン、青臭い香り成分、毛細血管強化、血栓予防。血圧高めの方に薬膳食材、クコの実、キッカのお茶、目のトラブルがひどい場合、セロリ、ハブ茶、ウコン茶、セリ、青ネギの代わり、金針菜。血圧高めの方に薬膳素材、電子人参、さんざし、桑の葉、キッカ、ハッカ、真珠の粉、ウコン、山芋、クコの実、黄精、途中、そば、抗の作用、セロリ、セリ、血圧高め、高コレステロール、リュウマチに適する。コレステロール対策に、コレステロール代謝、排出に良い食材、水溶性食物繊維、海藻類、キノコ類、こんにゃく、コレステロールや胆石排出、ラッキョウ、エシャロット。不溶性食物繊維、モロヘイヤ、ブロッコリー、ほうれん草、人参、ごぼう、かぼちゃ、里芋、くず粉、紅花。コレステロール対策に良い食材、黒きくらげ、白きくらげ、コレステロール低下作用と抗凝血作用、ピーマン、ししとう、ごぼう、にがうり、きゅうり、トマト、セリ、ピラジン、血の固まる作用を防ぐ、玉ねぎ、動脈硬化と血栓を防ぐ、黒ごま、リグナン、強い抗酸化作用、保管人。